こんにちは、サムの上村です。今日は、2本目のヘアドネーションについての動画を撮っていきたいと思います。小児がんや、不慮の事故などで、毛髪を、失った子どもたちに向けて、ウィッグを無償でプレゼントするという活動をヘアドネーションというんですけれども、うちのサムでは、ジャーダックの賛同サロンですので、本当に私もほぼ3日に1回はヘアドネーションのお客様を担当させていただいているぐらい多くの、ヘアドネーションを行っております。で、今日は、ショートボブ、レイヤーボブ、ボブの、4種類実際に、切らせていただいたお客様の写真をもとにヘアドネーション後のヘアスタイルについて少しお話ししていこうと思います。今髪を伸ばしていて今後ヘアドネーションをしようかなという方に向けて、ヘアドネーション後のヘアスタイルの参考になれば嬉しいかなと思います。では、早速短い順でショートからご紹介していきます。はい、こちらがヘアドネーションでショートスタイルにしたお客様です。サイドも耳たぶが見えるくらいで、かなり短め、後頭部の方もちょっとこう高さがあるのでどちらかというとクールでボーイッシュな、印象のショートスタイルに仕上がっています。続いてショートボブです。先ほどのショートより髪の表面の長さが残るのでしっかり丸みが出て、奥行きを感じられるヘアスタイルとなります。ひし形と呼ばれる形になり、首が細く見えたり小顔効果が出るようなヘアスタイルなので挑戦しやすい髪型です。こちらは段差が入ったレイヤーボブです。首も細く見えて、後頭部の方骨格が気になる方もカバーできます。お顔の形で面長が気になる方や髪の量が多く感じる方にもおすすめのヘアスタイルです。最後にこちらが王道のボブですね。毛先に厚みが出る、A ラインのボブスタイルとなります。毛先が内巻きになる段差しか入っていないので、このまままた伸ばしていきたい方は、このボブスタイルの方が、お手入れがしやすいかと思います。はい、いかがだったでしょうか。やはりヘアドネーションの基準としては31センチ以上の髪が、規則となっておりますのでかなりバッサリスタイルチェンジとなると思います。私たちも、心を込めて切らせていただくことを心がけています。やはり女性が多いと思うんですけどもその31センチ以上の髪をいきなり切るっていうのは本当に勇気がいりますし1ヶ月に1センチ伸びるんですけれどもまあ年間で12センチってなったら31センチって本当に、個人差はありますけれどもやっぱ2、3年の月日が必要な長さになりますので本当に、大切に切らせていただきたいなという思いで、日々ヘアドネーションを担当させていただいております。ぜひヘアドネーションした後も、皆さんに髪型いろいろと楽しんでいただけるように今後も、カット技術向上をしてい、きたいなと思っておりますのでぜひこ の動画が少しでも皆さんの役に立てば嬉しいかなと思います。また、好評であれば第3弾も、動画にしていきたいかなと思っております。ぜひ、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では本日も動画を見ていただいてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。